つい,についについに次世代戦闘機輸出可能になりましたいやー昭和20年の、まあ、終戦から何年かかったんですか日本は絶対にね武器を作らせないしましてやね武器の輸出国にはさせないんだというねもうガチガチの縛りそれを別に法律とか憲法で書いてあるわけ,わけじゃないただ閣議決定でそういう原則を作っただけの話でそんなもん閣議決定だけでどうにでもなるだけの話なんですけどもねでもここに至るまで、ね、大変でしたね しまえばいいものを公明党が間に入ってですねもう妨害に次ぐ妨害そしていろんなものを移転できるようにすべきなのにこの次世代戦闘機だだけだけですよこれからね継戦能力を高めていかなくてはいけないのでそりゃ普通の小銃一つ取ったってね今本格的に戦争始まったらもう足りませんよだって作れないんだから自衛隊が毎年必要な分を納めるだけしか生産能力ないわけですからねねこれはねもしなんか始まったらね。 これ無理ですよ形成能力ありませんじゃあどうするのって言ったら輸出すりゃいいんですよ普段作って売って けけばいいわけですそうすればですねいざとなれば輸出はやめて自国で使うというだけのことで継戦能力が確保できるわけですからなのでもう武器を売ったらねなんか戦争が起きるとかじゃあ売った武器で人が殺されたらどうするんだってだったらそこら辺のね刀舵と行きなさいよ包丁を作ってるメーカーに行ってこの包丁を買った人を殺人したらどうするんだみたいね言うのと一緒ですからねいや包丁そのものにはないもんないんですよだって人殺そうと思ったらね 包丁1本ナイフ1本でねやる人もいるわけですからこれで人が死んだらどうするんだみたいなでもし戦争になってこれが武器として使えたらどうするんだっていやいやいざという時に使うために買うわけですからいざという時に使うなってそんなバカなことありますかいざとなったら使うんですよだから何なんだよって話ですよねだから平和のところに売れと将来絶対戦争しないところに売れってわけですよねでもし戦争になっっっててその国が使ったらどうするって おかしいでしょいざという時に使うために買うんですこれすいませんあの使わないでくださってそんなバカな売り方できませんよどうぞどうぞいざという時に使ってくださいっていうそれだけの話ですよねそういうおかしなこと言ってんの誰だって言ったら公明党ですからね だって日本のね自衛隊が使うものを自衛隊だけでね消費してたらこれ高い買い物になるわけですよ周りのね友好国に売ればいいんですそしたら調達価格も安くなるそしていざという時に形成能力も確保できるそれでいいわけですよ使ったらどうするってえ何も起きませんよってどうぞ使ってくださいってそのために買っていただくんですよ使ったらどうするって かなこと言いますね公明党も自分たちが言ってることはどれほどアンポンタンなことか分かってんですかね使ったらどうするんだってもうアホすぎてコメントする力もなえますね使うために買うんですよいざという時にねできれば使わなくて済むようにしたいですわそれはどこだって何を言ってんだかね本当日本の政治をダメにしますよねこの公明党というのはでねこれ決まってよかったですよだってこれねもういよいよ最終のタイミングでしょもしこのタイミングで日本がね 第三国向け輸出っていうことが決まらなかったらこのプロジェクト日本追い出されたはずなんですよだって言い出しペンの日本が追い出されるってのはおかしいんですけどもねもともと F-2 というね国際戦闘機があってそれの後継機どうしようかって話で次世代戦闘機日本で作ろうって話だったんです当初ほら F-2 も日本だけで作ったみたいにまあおそらく F-3 という名前に、えー、なる流れだったんでしょうけど今はちょっと変わってるかもしれませんが F-3 は日本国内で作るっていう 話だったんですよ、ね、ところなぜか急にイギリスと共同開発するって話になってえイギリスと共同開発先ほどから私おはあの話してるようにねオーカスが J が入ってジョーカスになるかもしれないファイブ・アイズに日本が入ってシック・アイズになるかもしれない、まあ、そういう流れの中でね日本とイギリスが最高機密に入るね戦闘機これの共同開発をするっていうのは日異関係ね日本とイギリスの関係がものすごく深くなりますからこれはいい話だと思ったら わけですよところが気づいたらなぜかどうでもいいイタリアが入ってきてるんですよえイタリアいるって話でだってイタリアなんて中国マネーにジャブジャブにつけ込まれてたわけですよでようやくね香港の惨状を見てやばいって言ってちょっと距離を取ったけどそれまでもうイタリアは中国マネーで生きていきますっていうそういう風にねもう決め込んでた国ですからそんな信用できない国がですよ入ってきて何な,なのさって感じですよで当然日本に本部を送った話だったんですけどもでも最近だとなんかロンドンに送った話 だって。 でしかもこれ間に合わなかったら日本出てってくれっていやいやいやもともと日本の F3 の話だったんですからなんでイタリア入ってしかも売れなかったら出てけってええー、って話ですよ。まあまあこうやって外から圧力かけられてねなんで今これ決めるんだいやだって今決めなかったら出されちゃいますけどいいんですかってうまいって言って公明党も日中もサッチも行かなくなってうわかりましたってなってるわけでしょそれでも自民党はね自分たちが漁師ってやったっていうことでいつも自分が正しいって発想ですけどもこのぐらいの話 になりうるととこころののぐらいの話にちっちっゃくしたとだから小銃とかはダメよともう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 次世代戦闘機だけしかも絶対に戦争をしない平和で戦争に加担しない金輪際二度と戦争に関わらなさそうな国だけにしか売らないってわけだからそんな国一体どこにあるんですかいいざという時使ってもらっちゃ困る絶対使わないような国にしか売らないって。 もうアホらしいわ、本当にで戦争が起きたら返してください使われちゃ困りますってそこまで下手したらいきそうですよ本当にまあでもこう外圧があって日本も動くというねだから自民党だって何言ってんだともう公明党がね何言おうがやりますから良かったわけですよでもこういうね今答えないと追い出されちゃうんですってだからさせていただきましょうみたいな言い訳が必要だったってことですよね。日本の政治もね、ね弱いいでですよ、ね、追い出される瀬戸際まで行って でできるみたいな話ですからね追い込まれないと動かないというねこんなもんねもう10年以上前にねこんな武器の輸出なんてもう決めとかなきゃダメですよ。でその結果ほら 経戦能力なしと、いざ始まったら、もう1週間経ったら打ち尽くして終わりだってんですからね。で、元に戻すまで数年かかるっていう。だから1週間戦ったら、もう、な、8日目からは、もうもう戦えないって言うんですから。やばいじしょそれ。で、外国から武器借りようって言ったって、違う武器が持たされたって戦えませんですからね。いやー、本当に危ないですよね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。